ブルースさん、投げキスカさん、投げキスさん、こんばんは。私の記憶が間違いなければ初見なはずないやろがーい。髪切ったよ。切ってない切ってない。ノットノットノット。もう伸ばしっぱなし伸ばしっぱなしってあれもあれなんだけど、アギレさん扱いが、えんちゃん、チュロス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 だよね、これチュロス。え、あ、伊達巻、伊達巻、伊達巻チュロスだ絶対。伊達巻、伊達巻はね、あのおせちとかに入ってて、あんまり私は食べないで母ちゃんにあげます。でもチュロスは大好き。チュロスありがとう。もぼぼ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 、チュロス大好きだよ。お祭り行ったら絶対食べるもん。あのでもね、めっちゃ種類があるのよ。粉のあの砂糖の。ありがとう、美味しいよ。もうこれを食べて私は当分元気にいけそうですよ。ゲームさん、こんばんは。井上哲太さん、投げキス。生ハゲしてください。ガオー。そう、チケット買えたのでぜひね、届くの待っててください。なんか今飛んだ気がする、気のせい。なんかポワーって取りまとめてます。そう、この前帰ったばっかだから、もう昨日一昨日の話だからちょっとまだかもしれない。愛してるよ。だって巻きあれで、あの長いのこうやって切って作るんでしょ。秋田に来てくれてありがとう。いや、こちらこそ。そうなんですよ、アップガニッキーは先日秋田に行ってまいりました。秋田、私初秋田だったんですよ。これかな、はい、チーズって書いてある。イエーイ、ピース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 、チーズ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 食べたいな。ありがとう、ブルスリさん、すごい、カメラ大好き。みんちゃん、風船ありがとう。クマの風船だ。テレテレテンテレテレ、なんだろう、なんか遊園地の BGM 歌いたいのにこれしか出てこない。テレテレテンテレテレ、いや違う、なんかね、あ、テンテレ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 テン、なんか思いつきそうで思いつかないんだね。カメさん、こんばんは。イラリさん、こんばんは。バナナだよそれは。みなこさん、投げキス。エミさん、こんばんは。エミさん、佐藤さんにも投げキス。ナスないよ、私ナスの揚げ浸しが一番好きなんだ。そうは来た、初めて来ました。今日の私の夜ご飯何か聞きたいですか？聞きたくない人がいても私は言います。じゃん、こちらなんと秋田で買った、ちゃんこ鍋じゃなくてなんだっけ、ちゃんこ鍋、あ、きりたんぽ鍋、きりたんぽ鍋です、きりたんぽちゃんこ鍋慣れない言葉だからちょっと思いつかなかった。おでんじゃない、じゃがいもじゃない、秋田、きりたんぽ、秋田といえばきりたんぽやもん。そう、めっちゃでっかいね、3から4人前のめっちゃでっかい箱買ってきました。重かったです。iPhone ちぃか、これ iPhone、これ神奈川、めっちゃ神奈川で買ったやつ。そう、きりたんぽ。メルトさん、投げキスあげちゃう、チュチュであげちゃう。なんか降ってきた、ありがとう。アボカド降ってきた、アボカドじゃないわ、なんだろうこれ、ポップコーンだ、ポップコーン出来たてのポップコーンはいかが。ぐるぐる回して、はい、バックハーツバーン、出来上がり。そう、きりたんぽ、しかも秋田でも食べました。秋田ではなんかきりたんぽ、なんかお米をなんか固めたっていうのかな、結構そんな感じで、秋田では味噌味のきりたんぽを食べました。でもそう、やっぱきりたんぽといったら鍋のイメージがすごくあって、ちょっとあと家族にもね持って帰ろうと思って、これですね、このでっか箱買いました。これも食べちゃったんで中身入ってないんですけど、記念今日食べたよ、美味しかったです。初めての、この箱すごいんですよ、きりたんぽだけじゃなくて鶏も入ってるの、お得。そう、うち今3人だからちょっと余っちゃってね、また明日食べます。ハタハタは食べなかったですね、ハタハタ食べれなかった。そう、味噌のやつはすごい甘じょっぱくて、酸っぱいって言ってた、甘じょっぱくて美味しかった。目のメイク違う、なんでだろう、うん、あ、目の上テカテカ
ラメが光ってるのかな。言われればそんな気するね。めっちゃここら辺白い。あれかも。いつもあのブラシでやるんですけど、今日ちょっと面倒くさくなってあの手でアイシャドウをこうつけてペッペッいつもより輝き増してますよ。比内地鶏っていうの。地鶏、はい、チーズ。タカさんこんばんは。イキヤさんこんばんは。そう、かわいい箱でしょ。中身はねこんな感じになっております。そう、秋田に行ってきてね。こんばんは、ガムさんこんばんは。楽しかったです。なんかもうライブも楽しかったし、なんだろう、すごいあったかかったです。皆さんが通りすがりの方とかも買って手振るとちゃんと振り返してくれるんです。あ、あったかい世界だと思って。しかも秋田寒いと思って全力防備で行ったらあったかかったんです。びっくりしちゃった。あとタクシーの運転手さんがめっちゃ喋るんですよ。あんまりあのタクシーで私コミュニケーション取ることないんですけど、すごいフレンドリーというか気さくな方で、秋田弁を使っていました。おじいちゃんだったんですけど、すごいね、聞いてて楽しかった。でも私そういうの聞いてて楽しいんだけど話すの苦手だね。そのなんとかどっから来たのとか言っても、あ、うち話すの苦手だったんだけど、私行きも帰りもちーこちゃんがとタクシー一緒乗ってたんですよ。ちーこちゃん受け答えめっちゃ上手くて、あ、静岡から来ました、なんだかなんだかなんだかだって言ってくれるんですよ。そしたら、あ、なんかそのよさこいとかやってますよねこの辺で、あ、そうなんだ、どこ行くの、私たちもそのイベント行きますよとか、なんでそんな上手いのって思いながらずっと聞いてて、もうその会話聞いてて楽しかったです。めっちゃ上手いんですよ、もう会話がなんかもう流れるような会話をしてたんですよ。そのじゃあ今日は泊まるのとか言われててさ、いやもう帰ります、朝乗ってきて今日帰るんです、なんか食べれるといいな、あ、そうですね、なんとかが食べたいです、おあもう、あ、すごいすごいすごい、と思ってちーこちゃんが一緒に乗ってて本当に良かったです。私だけだったらもうダメでした。あのせっかくのその優しさを本当に受け取りきれない失礼なことをしてしまうことだった。本当にちーこちゃんが一緒でよかったです。秋田なんか語尾がちょっと違かったです。でもそんなに、そう、語尾がねすごい、なんだダベとかだったかな、すごい、あーすごい秋田だ。ちーこちゃんタクシー乗り慣れてる。ちーこちゃん撮影とかで、撮影って大体2期は、まあ、8人いるんですけど2人ずつ入り時間が1時間ぐらい違うんですよ。でちーこちゃんと一緒の入り時間になって駅とかで遭遇すると一緒にタクシー乗せてってくれます。いやちょっとちょっと場所大変だからタクシー乗っちゃおう、一緒に乗ろう、黙らない方で、もまーちゃんさんにヘバナーヘバナーって教えてもらいました。パスタさんこんばんは、ワンコそばイエイ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 、こんばんは、きりたんぽ鍋イエイ。うん、滞在時間短かったですけどまた行きたいです。ぜひ、すごい温かく歓迎してくださって嬉しかったです。行きの新幹線4時間かかったんですけど、4時間かかるから結構いろんなものを持ってったんですよ。まあ課題宿題となんとかとって持ってったんですけど、結局私行きで4時間まるまる寝て何にもしなかったの、新幹線の中で。何もできなかった。
く前に逆走する。行きは寝てたから分かんないけど、あの帰りは新幹線が後ろ向きで走り出しました。で気づいたら前に戻ってました。なんかどっかで折り返したのかなんだか分かんないんですけど、そう行きさ寝てたから知らないねでも帰りはあれなんで後ろ向きで走ってんだろうめっちゃ不思議に思って、でまた寝たんですよ。で起きたらなんか向き変わってんの、あれ前向きで走ってる、なんだろうイリュージョンかな。あ、シンさんポップコーンありがとう。出来立てのポップコーンいかが、ハローキティのポップコーンだよ。ポップコーンポップコーンありがとう。あ、ツアー、そう私秋田ツアーが確かあったのかな、前にニキとか秋田行ってた時はまだ加入してなくて、今回が初秋田。シンさんこんばんは。ね、2度目の秋田ぜひツアーとかでも行きたいな。座席今回せないらしいよ。アップガイニキは座席が回せるときは回して人狼やってるぐらい人狼やってたんですけど、最近は座席が何だろう、その対面 しない方がこう飛ばないから座席は回さなくなりましたよ。行くときも変わってたのかな、あんま注意深く考えてなくてかちょっと分かんないなぜ寝てたもんで年で、え、本当だよ、帰りは確実に私後ろ向きで帰った。でも気づいたら後ろ向きじゃなかった気がする。うん、帰れば後ろ向きで、ほうちゃんに言ったんだもん、あれ後ろ向きなんですねってそうなんですよ。今回私お土産買えないと思ってたんですけど、めちゃめちゃお土産買えましたミッションコンプリート、よかったです。お米も買ったし、お菓子も買ったし、ゆきおくんも買ったし、きりたんぽ鍋買ったし、あとイガブリッコ、イガブリッコだっけ、イブリガッコ、イガブリッコだった気がする。あれいぶりがっこ、いぶりがっこっていうあの漬物と、あとしょっつるっていうなんかスプレーみたいなやつも買った。そういぶりがっこだったこれいつも分からなくなるね。そうだよ、これが鍋セットです。今日食べたばっかり、お腹いっぱいになりますね。きりたんぽはお米なんで、お米は3合分です。これが重かった、きりたんぽ鍋が。そうこれ何に使うんですかって店員さんに聞いて、なんかかける、あの鍋とかにもかけるしって言われて、なんか買ったシーサーありがとう、ラブラブありがとうございます。ラブリラブリ、きりたんぽ美味しいし、やっぱめっちゃ満足感が半端ない、いいね。鍋も美味しかったけど、その味噌がついてるやつだったり、他にもいろんな種類があるのかな、美味しかった。皆さんこんばんは、また行きたいです、もう楽しみ。ちょっとしか行ってないけど秋田めっちゃ好きになりました感じで秋田行ってきました。今日あれです、アップガイニキ26日にゼップ東京でのもうすぐですワンマンライブがあるんですけど、その T シャツ、あ、それに向けて今クラウドファンディングをやらせていただいてるんですけど、そのグッズの中にある T シャツのデザインが公開されました。各メンバーグッズセットっていう、その自分が選んだメンバー の T シャツ、メンバーがデザインした T シャツと写真とかチェキとか、あとアクキーマイクロファイバータオルのセットになってね。しかもそのグッズたちは全部ゼップできる新衣装のグッズなんです。やばい。 その T シャツのデザインが今日、私は今日ですね公開されました。そうずっとねもったいぶってもったいぶってた T シャツデザインが、どうすればいいんだこれ、アップした方が見やすい。こんな感じのねデザインで、色はねザオレンジって感じです。
オレンジもめっちゃシュールやって迷ったんですけど、なんか可愛いのにしました。ちなっちゃんさんにも選んでいただいて、これかこれがいいんじゃない。ミンタくんが、ね、羽ばたいてます。私なかなかね火力がなくてちょっと悩みに悩んだんですけど、なんだろう、ちょっと夢かは難しかったです。難しかったけどちょっとこんな感じに出来上がりました。みかん色、伊達さんうなぎキスあげちゃう。美術の片鱗感じ本当にそう、今回はこんな感じで作ったんですけど、またそのいつかこうやって作らせていただける機会があったら次のデザインも決めてるんですよ次のデザインはめっちゃシュールな T シャツにしようと思ってます。私がよく明日から本気出すとかいう T シャツを着てたりするんですけど、なんかそういう系も作ってみたい。でも今回は一応ソロ T、 セーターも作らせていただいたんですけど、これはカラーもついて実質初ではないかでもなんかなんだろうね、こうみんな出しますような中ではまあ初だから、ちょっと王道を可愛く生かしていただきました。かいさんポップコーンありがとう。ハローキティの出来立てのポップコーンはいかが。ありがとう。そうでも T シャツの他にもそのグッズセットのグッズ絶賛できる新衣装めっちゃいいんですよ。めっちゃいいよ、本当に本当にゲットしてほしい。しかも、まあ、この衣装ではちょっとしたことなんですけど、実はアミタの念願が叶った衣装でもあるので、ちょっとぜひゲットしてほしいなと思います。あと9あと10日かな、終了まであと10日なので、ぜひチェックよろしくお願いします。どんな感じか教えないけどちょっとしたことだけどね、アミタがずっとこうしたいなって思ってたことがこの衣装で叶ったアイさん投げキス楽しみ。でもアミタこうやってってその衣装出た時に結局何があれだったのか言わない癖があるので、ちゃんと覚えておきます衣装が公開されたらアミタがどこが念願だったのか言うっていうところまでをちゃんとセットにしていきたいと思います。そうじゃん、この前ざっくりだな秋田の日だから一昨日ですね、一昨日にきちゃんワンダーオンパレード、EP 版ですねの先行配信、サブスクとかでも聞けるんですけど先行配信が始まりました。聞けます。にきちゃんワンダーランド夏目がハイライト、そしてラヴィッチュと手探りラヴィンキューと、この2つは音源化するのはここが先行で初めてです。これからね番にもなるんですけど、先行でね音源化されて、手探りラヴィンキューに関してはもう公開するのがここが初。いつもねだいたいライブで公開してから、まあ、YouTube だったり音だったりがなるんですけど、珍しいよね実はもう振りとかも完成してるから、なんかすごい不思議な感じでした。アイさんありがとう。どう短く、いやどう短く見せる何かに関してはいつもやってもらってるんですよアミタはズボン禁止だからアミタ半ズボン禁止だよ。腰の高さバレるから、もうスカートって腰がどこにあるか隠れてるんですよ、こうふわってなってるから。そうアミタの実際の腰ここにあるけどスカートの腰はここみたいな。アミタもスカート族なんですよ、なぜかって足の長さが隠れるから。グッジョブ本当にいつもありがとうございます衣装さん最近はねちなっちゃんさんとかニーナちゃんがやってくれたりするんですけど、ナマステーナマステーナマステートゥン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 。タイさん
投げキッスあげちゃう。そう、皆さんもよかったら聞いてみてください。あのなんだろう、アップルミュージックとかもでもゲッツできますし、そのサブスクアワーとか聞けますんで、もしよかったら聞いてみてください。あいさもこんばんは。短パン禁止とは言われてないんですけど、多分暗黙の了解な感じがします。アミターに短パンを履かせてはならない使命感。だって足短いんだもんこの人って。なんでしょう、グッチャー、ジージーありがとう。グー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 ハンバーグー、ニコニコニコミハンバーグー、カイさんハートありがとう。みちゃもラブリーありがとうございます。ラブ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 。そう、手探りラビングユーっていう曲は結構しっとりしてます。可愛いです。なんだろう、今回の、ま、EP 版は全体的にこうなんかこうなってる気がする。全部ホワホワしてるわけじゃないけど、なんだろう、ピュアなんだろうね。ちょっと言葉で表すのが難しいんですけど、可愛らしい一枚となるので、ラベッチ可愛いのにインスト始め、ちっちゃん始まりがもうちっちゃんピーうん、ラビッチはあれだったかも、初めてその原曲仮歌もらった時はもっと音が高かったです。もう忘れちゃったけどもうこれで歌ってるからその忘れちゃったけど、ラビッチめっちゃ高かったですキーが。でもちょっといろいろあってこれで完成したんですけど、一番最初の短パンはもう仕方ないよあーもう仕方ない仕方ない、もうね見えないものを見ようとしてそう見えてないことにしといて。リコーダーの音がそう、手探りラビンキュー感想リコーダー入ってます。でもねそのリコーダーも結構なんだろう、イメージで言うと土砂降りのテラス席みたいな、本当になんかメロディーの一部みたいなすごいね、可愛くて可愛い曲そう、ピュアな恋心というと女の子のそういった歌詞物描いてるの、ぜひ聞いてみてください。そう、ハイライトも曲もそうですし、あのミュージックビデオとかも、ね、公開されて、ぜひぜひ鬼リピしてください皆さんそんなコーナーでね、そこで離れコーダーしたら世界観違うんですよ、馴染むんですよあのなんだろう、例えばフルート吹いてるみたいな、そういう感覚聞いてみてください、本当にそうなんですよ。てかここで今流せるよ、本当になんかあのフルートみたいな、フルートぐらい滑らかなあのせせらぎみたいな君からギュッとしてほしい、あ、やばい、踊っちゃう踊っちゃう、危ないね、いやでもダメめっちゃ可愛いです、ゆったり。ほら、わかる？もうリコーダーだと思わんでしょ。ちょっと待って。
かりなかった。あ確かに、そうすごい曲に合ってるんですよ、なんかいい。やっぱ感想ってさ、やっぱちょっと寂しかったりするじゃん。もちろんそういう見せ場でもあるんだけど、このリコーダーの音が入ることによってなんか鼻で吹いてるといやでもまさか口で吹くわけないじゃないですか皆さん口でリコーダー吹くわけないじゃないですか。めっちゃ最高、ありがとう。あー落ちちゃった最高、カイさんハートありがとう。プロがもちろんですよ、花火コーダーのプロフェッショナルですよ。リクイズさん200投げキッス。あ確かにスクボっぽい、ゆったりしたね。元気でしたか？とっても元気ですよ、もちろん。今日元気すぎてきりたんぽ食べましたってみんなに言いふらしてますきりたんぽ食べた、秋田で買ったんです、秋田で、秋田で買ったんですなんて、なんて言ってたっけな、忘れちゃったな初撃でライブってショック、そんなことないよ今回のリコーダーの振り付けはすごいやっぱ曲に合った爽やかな感じになってるんじゃないかなと私は思いました。あと今日はくじ引きやりました今ね私の大好きなすみっこ暮らしっていう、 もう癒し系の滝みたいなキャラクターがいるんですけど、一番くじがファミリーマートとかでね、主にファミリーマートでやってるんですけど、見てください、人形当てましたこれ B 賞です、 B 賞人形当てました、イエーイ。すごいでしょ、もう幸せ。まだ開けてないし、しかもどこに置くか決めたら開ける。これでも実は2回目なんですよ。2日前ぐらいに1回引いて出たのがなんかお皿だったので、お皿で今日帰りに母ちゃんと一緒にコンビニに行ったんですよ。でその時にちょっともう一回やってみるみたいな感じで2人で1回ずつやって、母ちゃんはなんかチャームみたいなやつだったんですけど私こう人形人形が出たんですよ。ゲットしました。でも今回は私の歌コンビニは結構上位賞が全部残ってて、残っててタオルとかって結構下の方の賞なんですけどがもうほぼない状態で、つまり何が言いたいかっていうと、これ引かなきゃダメじゃないっていう状況だったの。引いちゃった、当たった明日会ったらまた引こっかなって言ってさ、あれでしょ、行く前にさ人形当てちゃうでしょ。え、でもあのコンビニはいつもはいつもよくあるパターンが、子供を連れたお母さんらしき人とか親らしき人が最初に人形を持ってっちゃうことが多いんです。多分その人はめっちゃ運がいいんですよ。結構あさっきそのさっき誰かが全部引いちゃって持ってっちゃいましたっていう時が結構あるのよ。オーマイガーなるやん。今回はめっちゃ残ってたの、ラッキーこんばんは石井さん、こんばんは。オンラインくじの衣装でも、衣装はグッジョブの衣装だから大丈夫。
今回のすみっこ暮らしのくじ引きのいいところ言いますね。結構その下の方の章でタオルとかってありがちなんですよ。もちろんタオル使えるからいいんだけど、もううちくじ引きやりすぎてタオルがありふれてるんですよ。ありふれてる溢れてるんですよ。でも今回は例えばそのなんとかしようってなったらタオルか巾着が選べたんですよ。もう巾着って母ちゃんがそれで巾着を2個持ってきましたで巾着が2個で、で私が1回やったのがなんかお皿かコップが選べたんですよ。で私コップがあんまり苦手で、なぜかっていうと一時期めっちゃマグカップショーがあった時があって、こんぐらいのでっかいマグカップがいっぱいあるんですよ。いやもうお皿お皿って丸お皿ゲットしました。でその後に今日聞いたらこれですよ。そう珍しいです、その当たった賞でこっちがお皿かコップ選べるのと巾着とタオル選べるのは良心的すぎてね、やばいと私は見解です。この私の、まあ、そもそも650円のくじで、あの例えばタオル賞当たりましたってなって種類が選べるのがもう優しい。最近は結構あのブラインドもう完全に見えなくなってることとかも多いんですけど、そうこの値段で種類選べるがもう良心的すぎて、そう素晴らしい隅っこ暮らしのくじ。語れるよ今までどれだけやってきたかと思うね。気が知れない気が知れない数えきれない、もう両手じゃ数えきれないですよ。あいたの腕に何かやっと、そうでもこの前おみくじ引いた時今日出ちゃったから、多分その時のあの使ってなかった何かが今帰ってきたのかもしれない嬉しかったですね。いやでも当たっちゃうとまた行きたくなっちゃうからダメなんだよね。だってもう私次のちょっと次明日とか行けないかなってもう考え始めてるもん。もうダメ。アップ買いにくじ、もう私アップ買いにくじを担当したい。くじ引き大好き。あんた結構推しを作らない、推しはいるんだけど、あのすみっこ暮らしはとんかつ推しの、とんかつ寄りの箱推しみたいな感じなんですよ。とんかつだとエビフライもちょっと寄りの箱推しみたいな感じなんで、まあ、結果何が出てもハッピーって感じなの。ラビチュッチュ、あ間違えたラビチュッチュイエイ、ラビ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 チュッチュそれより上の章、すみっこ暮らしの今回のくじ引きは A、B、C、D か E、 いや D かまでかな、もう全部人形なんですよ。 A、B、C、D で人形出たらその指定の人形がもらえる。これは B 章のペンギンだからペンギンをもらいました。でもあとはあのこれよりちょっとちっちゃい人形、このぐらいのタピオカがもう一個下の章で、このぐらいの人形ですね、手乗りよりだいぶ大きいですけど、あって、あとはチャームとお皿コップ、巾着タオルだった気がする。あとなんかあったかな。ラビ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 、あいたをやってくじ引きラストワンは人形、何の人形だっけ、トカゲだと思う多分。このキャラの人形、そうラストワンもこのくらいのちょっと大きめの人形。独占したいの君の視線、だるまえんこさん信じてありがとう、ヤフー協会の先起動、へえ。なんか言った、え、トカゲとお母さん、嘘だお母さん
さん。え？え、トカゲしか見えんかった。あ、お母さん手に持ってるんじゃん。お母さん手に持ってるよ。そう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 。え、ジンショウ欲しかった。ジンショウもなかった。違う、ジンショウはあの新キャラクター、映画に出てくる新しいキャラクターのこんぐらいの人形。タピオカはまだあった。タピオカワンちゃん、タピオカワンちゃん、タピオカワンちゃんゲットできるぞ。あのコンビニタピオカワンちゃんある。それ欲しい。推しだもんね。推し推し。そう、トカゲのふりをしてる恐竜です。この子恐竜なんですよ、実は。捕まっちゃうから恐竜ってバレちゃうと。トカゲのふりしてる。かわいい。ガミさん、ハートありがとう。ラブだ、ラブ。待ってくれなきゃなんちゃうぞ。わー、君だけの私になりたい。にゃん、にゃん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 ちゅ、え、これなんかさ、すごい特別な時に一回だけやりたい。君だけの私になりたい、にゃん怒られちゃう。やりたい、一回一回だけ。本当は君だけの私になりたい、にゃんにゃん一回一回だけ、一回だけ、一回だけ全部仕掛け、全部だってブルーレイになるんだよ。ブルーレイになる。だってそこ絶対絶対映してくれるじゃん。だっていつできるかな。まだダメ、まだダメ、まだ。やっぱそのちゃんと曲をみんなにねたくさん聴いてもらってからやりたくなっちゃう。実は秋田に行った時、秋田ってその秋田犬がすごい有名だったんで、秋田に行った時は君だけの私になりたいわっつって言ったんですよ。にゃんちゅいや、ダメだダメだダメだ、余計なこと考えてならぬ。こういうことやってると本当にやるから、ね、ダメダメ。もう今のなしなしなし、もフランスもラフランスだよこれは。なしすぎて。ダメダメダメ、なしなしなし、本当に絶対やらん。ほん、いやもうこれ振りとかじゃなくて絶対やらないから。自分で入れといてなんだけど、これもう振りとかじゃなくてガチでやらないからね。何ちゅうするのか気になって歌詞間違えた。最後だからね。こんな感じで、なんか今日いろいろ出した気がする。はいはいはい。あとはあ、今週ついにリリーベが始まります。耳首障害有料案件の人生などないもんです。リリーベだ、ついに。ほう、おいよ。一瞬を永遠に感じる物語。はい。リリーベが始まるんですよ。うん。楽しみです。
アバターがね、半演日がね11日予定です。あとちょっと。ピヨッコです、ピヨッコ。ほんとだ、目めっちゃツルツル。まあ、たまにはいい。13日からリリースイベントが始まる。ね、リリーベ配信もあるかな。配信あるといいな。立川立ち日からスタートです。うわー、楽しみ。スタートして16までか。流行る気持ち。フリルさん、違う、こんばんは、こんばんは。ライドンタイ、特別なサマー、眩しい日し、新しい風の流れに身を任せ、絞り出せ汗。無言チェキ。リリーベはね、リリースイベント、今回のリリースイベントでついにマスクなしのチェキが開放されます。ついにです。今までそのずっとマスクをしての特典会だったんですけど、今回ちょっと制限があって、もちろんこのシールドありで、そのマスクない代わりに会話ができない、飛沫防止のために会話はちょっとすることができないので、無言チェキっていうあの制限付きなんですけど、なんだろう、やっぱせっかくの記念だからね、ちょっと顔映ってたらいいなと思って、今回のリリーベではその特典会もあるので、きっと今回限りかもしれないじゃないですか。よかったらね、手話手話手話のありがとう、これチャップ、手の甲チャップでありがとう。あとおはようございますがね、なんかおはようございます、いや全然違った、ごめん、なんか結構こんな感じだった気がする。パントマイム筆談すごい、みんな筆談、パントマイム、手話、フリップ、ツイッターで会話する。手話手話、確かになんかみんなでさ、手話配信、手話講座配信とかやる。じゃあ今からリリーベで使えそうな手話を学びましょう。手話基本とか、ね、確かに。まずお願いします。はい、ありがとう。そしてさようなら。これさようなら。手のひらで右脇を張り上げます。わかりません。わかりました。おはよう、こうだ。おはようはね、おはようございます、なんか枕起きてますみたいなと挨拶でおはようございます。全力ジェスチャーいいよ、もう何でも私も頑張るね。あの動き得意だから、ここをのおやすみんた、おやすみんた、おやすみんた。さよならわかりやすいけどいけない。らしいです。確かにポーズして事前にスタッフさんに言うとかが。すいません、どうしても
どうしてもどうしても二人でハートがしたいです。そう、でもそのリリーベはその普段はツーショットチキしかやらないんですけど、いろんな特典会が開放されます。開放するかそうリリーベでしか本当にやらないので、ちょっとせっかくなんでね。おぉー、カジンさんがキリタンポ鍋してる、恐ろしいキリタンポ鍋してる。しかも私同じの買いましたよ、これせっかくなのでちょっと紹介したいな。まずじゃあ立川のね、ちょっと代表で言わせていただきます。好き、ランダムチェキ引き換え、ランダムチェキ楽しみだね。ありえないくらいいろんなところでランダムチェキ取ってるから、ちょっとどこのランダムチェキが出るか分かんないけど、結構楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってる。何のランダムチェキか分かんないけど、結構取ってるいろんなところで。もう同じこと2回言ったわ。これを国語では反復法と呼ぶ。次、メンバー全員との20秒級ショットお話し会、全員ショットですね。全員ショットも本当に久々。あの前にさ、秋田でさ、初めての方でラインでチェキ取れますって言った時に、その一人しか選べないから誰と撮ろうって出てくださった方がいたんですよ。やっぱね、全員ショットもちょっと久々なんで楽しみです。で、メンバー全員とのグループショットチェキ会、ご希望メンバー一人との無言ツーショットチェキ会、マスクなしで、15秒のニキちゃんムービー、15秒のムービーです。撮影の際はメンバーマスクつけての参加となります。15秒だから、ドラえもんのモノマネしてくださいとか、そういうのかな。30秒個別お話し会、普通のツーショットチェキ会、豪華すごい友達とともに、あと似顔絵会とかもありますね。ちょっと日付が違うんですけど、似顔絵ね、任せてください。似顔絵と夏はめぐる全ショット横のメンバー、あーでも結構誰を推しってアピールしてくれるともしかしたらできるかもしれない。難しいから、ちょっとどんな感じになるか分かんないけど、メンバーが結構移動できる感じだったら、前のリレーベとか結構そういうことがありました。誰前誰前できる限りはちょっとねやりたいなと思うんですけど、難しかったらごめんね。かな、ランダム的と。そうだね、でもかなりのいろんなレギュレーションがあるので、ぜひチェックしてみてください。あと今回のリリーベからなんと新しいあのものが導入されまして、各会場各回限定のステッカーがもらえるんですよ。だから一回ちょっとね足を踏み入れていただければ、あのもうステッカーあげちゃうよっていた。そうリリーベイベントごとに異なるステッカーだって。
リースイベントにご参加いただいたお客様に各回限定のステッカーだから、なんか全部集めても楽しいし、ちょっとねここにちょっと来てくれればもうありますよ。あとスタンプラリーがあって、まあもうその各会場1回特典会開始前に1つスタンプを押します。スタンプが5個貯まるとスタッフより集合ワイドチェキをお渡しします。あげちゃう。でさらに全10回のリリースイベントなんですけど、まあ、半分でワイドチェキ、全10回のイベント全てを集め、そのスタンプカードを26日ゼップ東京に持ってきてくださった方に限定グッズをプレゼントしちゃいます。そう、スタンプラリー10回難しくても5回貯まるとワイドチェキ、しかも全部たまんなくてもリリーベ各回来てくれるごとにステッカーをお渡しできるので、ぜひねこの機会にリリースイベント来てくださると嬉しいです。支払いはね、ちょっと待って、まあ、じゃあ立川で見よう。まず立川、とりあえず立川みたいなとこあるから、とりあえず立川で見ていこう。支払いの方はででん、支払いの方はですね、ちょっと待って、これには書いてない。待って、これにしよう。次、錦糸町。これも書いてないわ。じゃあ次、パワレコ池袋。書いてない。次。渋谷。分かんないやんそんなん。危ないかもってことよね。これスクショして見せたところで字ちっちゃいままなのか。あ、でもクレジット希望の方はスタッフまで問い合わせてって。
ほい、これで横にすればいいのか。もう偉業を成し遂げた私。ほら、現金での会場でのお支払いは現金のみとなります。てかグッズじゃないから基本元気そうなの。そうなの。わかんない、ちょっと吉祥寺なんでだろう、よく見たら書いてあるのかな。でも吉祥寺は確実に現金です。ちょっとこれ他は見つけられなかったんだけど、吉祥寺は確実です。みんなかわいい、ありがとう。かわいい、ありがとう。みんなラブリー、ありがとう。ラブラブ。ちょっともう一回、もう一回立ちから見ていい。そんなはずある、同じ場所に書いてあるんじゃない。知りたいな、ちょっと君からちょっと胸がドキュドキュ。あ、やっぱ書いてないわ。やっぱ書いてないわ。イベント当日11時2回差し上げます、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 配布します、連絡可能です、ありがとうございま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 す、イベントスペシャルが出てる。やっぱ書いてないわ。マジックさんこんばんは。君の気持ちもびっくりした今、音源流れてると思ったらこれ大丈夫なやつだった。へい、確かにタワレコで CD 買うんやね。みんなぜひゲットしてね。謎は全て解けた、次元解決。この前そういう漫画見ました、事件解決するやつ。じゃもう何も覚えてないけど。なんかね、事件解決、高校生ぐらいのね人がね事件解決するやつ。あ、逆にね、屋上はレジ持ち込むの難く、あー。屋上野外というのは立川吉祥寺、もう確かに過ぎてもう怒りになっちゃいそう。そこが好きよ。雨だったら、いや雨降らせないですよ、雨なんか降らせるわけないじゃないですかって言って。確かに嫌だね、冬だからね、どうしても冬だ。いやでも冬って雨降らないよ、大丈夫大丈夫、冬だよ、だってもう雪だよ、降るなら雪降るのもダメか。大丈夫大丈夫。でもね、せっかくのリリーベ週間だからね、全通できるといいな。解決、グッジョーブ。ナベゼッショタコありがとう。やっぱタコになる。いっちゃーありがとう。雨の中。でも雨の中のステージって結構楽しいです。なんか雨になった瞬間全て忘れられます。雨の中のステージは限界突破するんですよ。リリースイベント以外でも CD ほぼもちろん買えます。店舗に置いてあれば。そうそうそう、リリーベ来ないとも絶対あげないからなって、そういうわけじゃないです、大丈夫です。タワレコードさんに CD を店舗に置いていただければ。置いていただければ。うん、
いつもと同じ感じと思っていただければ。今回は配信リリースじゃなくて EP 版となっているので、こっち雨は燃える。本当にそりゃ良かったよ。私もみんなの方が心配だけど、メンバー的にはね、なんか謎テンションになる。もうただしフォー、うん、雨の日もそもそも雨の日って結構ライブ中止になりがちになっちゃうじゃん、野外だと。でも前に、ね、雨降った時、私は結構前なんだけど、新木場スタジオコーストの野外ステージで雨が降っちゃったんですけど、でもできたんですよ、ライブが。マイクとかもなんかカバーみたいつけてライブができたの。結構雨だとその中止になっちゃったりすると悲しいやん。そう、あれそういうことかもね。やっぱ雨の中でもライブできるっていうのが嬉しいのと、あとみんなが待っててくれるからさ、もうなんかおおなるそれもあるかも。そうだ、雨が降ると中止になることがあるもんね。どうしても機材とかも大変だしタレコ置いてくれんとか私が全部回収にゲット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 ぜひねゲットしてほしいな。アマボス世界一、アマゴイ外めちゃどしゃぶり、激強に燃えるニクラさん、パジャマパーレー、さらばサタデー、太陽サンササンデー、そんな感じで。あともうなんかね、もう一個くらい話そうと思ったことがあったような気がしなくもないんだけど、もう覚えてないからいいやなんかもう一個くらいなんかあった気がするんだけどな。まあ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 、落ち着きたまおたまお。キュッとね、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 ツーナーショー、はいどうぞ、はいどうぞ。あきらめた。なんか話してる途中にハッて思いつくの、で話してる途中に忘れんね右から左も受け流すようにね。クラウン T シャツのデザインの話はさっきちょっとしたんですけど、確かにチャイマックス、その話じゃないけどその話もしよう。今度17日にあやカーニバルに出演させていただくんですけど、この前それに生配信にまっちゃんさんが出演していて、楽曲コラボ楽曲を決めたんですよ、くじ引きで。でそのそれぞれのグループ2期も含めてそれぞれのアイドルさんとかがももクロさんの曲をくじ引きで弾いてそれを披露するっていうのがあったんですけど、アプガニキなんとチャイマックスを弾いたんですよ。チャイマックスは結構振り付けもなんだろう、ちょっとニキっぽいなって思いました元気な感じ、結構激しくて元気な感じがニキっぽいなって思ったのと、私2年前かなに TIFF の10周年企画でいろんなアイドルさんの曲を踊ってみようということで何人かでチャイマックスを踊ったんですよ。マリーさんが2期のチャイムをイメージした新曲、いやー嬉しい嬉しいですね、楽しみ。ねね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 、楽しみですそう2年前ですよ、楽しみ、楽しみ。17日もだってもうあと10日もないよ、今9日かな、あと1,2,3,4,5、あと5んーデイんーデイ、え、あ違うわ、
あと8デイはやばいね。8デイです。1週間と1日楽しみですね。非常に本当にチェップもあるし、明日からかな、明後日からかな、もうすぐそのゼップゲネリハ大詰めになります。もうギュ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 詰め、楽しみ楽しみだ。爪痕、私たち元気さをねたっぷり残していけるよ。行ってきます。いた、楽しみです本当。そのあれが嬉しいけど、私あいつだいたいツイッターに潜んでるから、そうそうそう、インスタはなんか難しいけど、ツイッターにはだいたい潜んでる。そうそうそう、リリーバムだ。あー、オンコライムさんありがとうございます。こんばんは、この前もありがとうございました。リリーバムが今週から始まるんです。楽しみです。今回のリリーベは各その場所ごと、会ごと、場所ごとにステッカー、限定のステッカーがもらえるので、もし機会があったらちょっと寄ってみてくださると嬉しいなと思います。チュッチュ、うん、こんな感じで、じゃあもう1時間経ってたので1時間ですね。少々順位を読みたいと思います。ラビチュッチュ、はい、13位水口哲さん、12位ハロさん、11位ゆうやさん、17位さん、9位ウィッキさん、8位ナオさん、7位ブルシュリさん、6位ハシビさん、5位カイさん、4位アールさん、そして3位がトゥルルルルン生ハゲッチさん、ありがとうございます。お願いお願い。そして2位がトゥルルルルンシさん、ありがとうございます。愛してる、イエイ。そして1位がトロミーちゃん、ありがとうございます。ありがとう。秋田の話、いやーこちらこそ塩はもう切れたんぼ惜しい。もっといろんな種類食べたいです。ありがとうございました。ということで今週からリリーベも始まりますし、クラウドファンディングもあと残りわずか、ジップも近づいてまいります。ぜひぜひお時間あるときに、日付あるときにちょっとでもアプガニキのライブ見に来てくださると嬉しいですので、何とぞとぞとぞよろしくお願いします。二人だけがかかっちゃう魔法、チュッチュッチュがパスワード、嘘じゃありませんからね。チュッラビ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 シュキシュキラビ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 シュキ超絶。あー、マリマリちゃんだ、こんばんは。あんたレスくださいって言う気がする。もう先にあげちゃう、私は予測ができるんですって言って来なかったらどうしよう。シマちゃんの内緒で牛の牛の牛の言い方がめっちゃいいんで、あのみんな聞いてみてください。なんか牛じゃないんですよ、内緒でなんか牛みたいな、なんか問いかけてくるんですよ。そう、聞いてほしい、ただの牛じゃないの。
わかる？わかる？この内緒でギュギュじゃないの、ギュ問いかけてくるギュなんですよ。もうそんなのもギュってしちゃうよってね、可愛いんですよ。よかったら聞いてみてください。はい、あざと、あざと可愛い、あざと可愛い。これマジでずっと思ってた、あのもうあの仮ラフもらったぐらいから思ってた。カジさんのねえねダーリンはカジさんのねえねダーリンは多分買って上目遣いしながら言ってる。ねえねダーリン買ってちょっと肩をこう振る震えさせながら両手こうして買ってってる。ねえねダーリン言ってる。でチラッチャーさんの愛してるイエイはのイエイはもう絶対あのいつもの笑顔わかりますか、こうこの笑顔でこうてへのノリで愛してるイエイ、このイエイじゃないの、愛してるイエイ言ってる、めっちゃいいです。ディズって、じゃあここがいいよっていう、もう絶対こうやって言ってるいいよねって話ですよ。聞いてみてください、それぞれのサイブ B で一人ずつポン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 ってあの歌っているのでじっくり聞いてください皆さん。そうちなっちゃんさんのあのイエイはちょっとそのもう分かってるんですよ本人は。あのニヤッといい笑顔でちょっと企んでるようなあのいい笑顔で絶対イエイって言ってます、あれはもう。ということで音源ニキちゃんワンダーオンパレードイビバン配信されてるのでぜひたっぷり聞いてください。よろしくお願いします。それでは皆さん、私が最後に自分をって言ったら信じて歌ってください。それでは皆さん、自分を時間バカにして感受性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 高めてこう、イエーイ。信じてみたい気持ちはある。お疲れ様、ありがとう、信じて信じて信じてありがとうございました。またいつかお会いしましょう。バイバイ、お疲れお疲れ。